好，我是剪辑 Maki， 这次也谢谢大家来看我的 YouTube 节目，谢谢。皆さんこんにちは、Maki です。今回も Maki チャンネルに遊びに来ていただきまして、どうもありがとうございます。今天5月5号就是母亲节，所以今天我要讲，我会讲喜欢的张飞小姐的落后虾，请大家听我讲的落后虾。今日は5月10日で母の日です。そんな今日はですね、私の大好きな台湾の、ジャンフェイさんという方の、落後虾を歌わせていただきます。聞いてください。像他的影子一样，为留下他的影子一样。
谢谢大家听我讲的罗喉虾。母亲节是一年一度，所以我希望大家都够想妈妈，想自己的妈妈，心情很平安的一天。多谢，拜拜。ジャンフェイさんの朗報者歌わせていただきました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。母の日は1年に1回です。今日くらいは、皆さんご自身のお母さんを持って、そして心穏やかに、過ごしていただきたいな、そんな風に思います。また次回お楽しみにしていてください。ありがとうございました。バイバーイ。